おはようございます。ディレタ申します。今回もね、ドラゴンクエストモンスターバトルドロードビクトリーやっていきたいと思います。前回は、ガチ勢に今度はしょがりされました。このゲームはしょがりをすることしか考えてないのかと思います。ちょっと優しくないね、初心者に初心者に優しくない仕様がちょっと多すぎるんじゃないかなと私思ってるんですけどじゃあやっていきましょうか。今日もで、今回は大会に行くということで、ね、バトルローの大会があるということで大会に向かっていきます。大丈夫？いける？いけんのかな。こんにちはスライムちゃんは外せないしって、え？大会だよ。大会行かなくちゃダメでしょ、あなた大会行こうよ、君。こっちこっち、ひなちゃん一緒に行こう。おお、コロシアムセンター、え、ここ公式大会アナウンサーのマイクマンと申しますってことは、この人か。あ、フレッシュマン大会、へえ。じゃあやるか。大会ついに出るんか。マスタークラス大会、え、あ、上級職業、へえ。このゲームはね、一部の職業をやると上級職の試練があって、それをクリアすると上級職になれるっていう仕様なんですけど、へえ、こんなもんあんのか。あ、職業限定制あんの。へえ、そうなんだ。あ、5つの職業で、合格、1位になれ的なことなのかな。うわー、いっぱいあんじゃん。じゃあ今回は、じゃあ魔物使い、僕やっぱ得意なんで、魔物使いでやってみよう。ってことは、もしかしたらこれは今すぐやるってわけじゃなさそうですね。なんかストーリー自体はなんかここでなんかストップみたいな感じになるのかな、もしかしたら。そんな感じかもしれないね。ひたすら戦っていくだけなんかもね。はい、お願いします。魔物使いで最強プレイを決めた大会です。はい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 。16人のトーナメント形式。え、4回やんの？マジか。やば。相手のオーブゲージは見えません。いや、すごいな。そういう仕様まであんのか。え、4回連続で戦うの結構大変なモードだね。相手次第なとこもあるからな。おお。あ、いいね。なんかすごい。え？え？おお、かっこいい。めっちゃかっこいい演出じゃん。片方合体モンスターだったけど。マジか。Ladies and gentlemen, バトルファンの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。ここに最強魔物使い決定戦の開催を宣言いたしますと。うわぁ、モンスターズみたいな感じだね。おぉ、モリー。おぉ。まあそうだね。8から始まって、バトルを創設者みたいなもんだもん、確かに。話しかけなかったらずっとスルーしてたと思うけど。上にいいんだもん、だって。魔物使いか。お、ひなちゃんもいたんだ、やっぱり。あ、かわいいな、こうして見ると。めっちゃかわいいじゃん。誰僕もエントリーしてみた。こんにちは、ひなちゃん。バトルの少年団からプーヤもエントリーしてたのね。おう、うんうん。悪魔系帽子はグラッシュなのね、僕。おう。私はスライム系。ほんとか、お前。この前、さまよい鎧いたぞ。ってことは、プーヤンとひなちゃんは絶対相手になるわけだね。もう一人はモブ的な感じ？あと二人か。一回戦。シン、誰？シン選手誰よ？ちょっと立ち絵立ち絵。よし、頑張りましょう。よろしくお願いします。いやー、サイコロンが、マネマネかーと。マネマネって何していくんだっけ？マゴマゴとモシャスナンを覚えてるけど、そりゃ。ここは、ダメから。向こうはレベル15を魔物使いの。ってことはスライム使いと昆虫、スライム使いでしかないか。当事者が何使うかやんな。使う？もしかして。あ、使わない。オッケーオッケーオッケー。終わり。ミラクルフォーシュを決まったよ。よし。よかった。勝負あり。
見事な勝利ですが、ティラ選手2回戦に進出です。いや、あと3回こんな戦いすんのかよ。うわぁ。僕も1回戦突破した。次の試合に勝てば、ティラと当たるみたい。そりゃそうだわな。お前ここに2回戦来たら3回戦誰だよみたいになるからね。なるほどね。ひなちゃん絶対決勝戦に来んやん。ありがとう、ひなちゃん。ところでさっきの人誰？さっきって。ひらがななんだけど。そう、体勢面だよね。結構呪文の応酬になるかな。ただ、いたずらモグラもね、侮れない。ライオンソルジャーも火力は高いからね。なんだかんだで。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。当てろよ！回転！いいね。ロトモンの発動して、しっかり。連続ボイス来い。いけー！へい！いけ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 。あー、でも。よし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 。これ次もガゴリバギマで勝ちよ。ガゴリがバギマか滑空好きのロトモンで勝ちよ。さあ、ガゴイル。いけー。数、回転するな。せーの、うろろはい、オッケー、ロトモン、やったー、ははははは、2ターンキル。気持ちいい。とりあえずね、モブの方々に負けるってことはなかったよかったです。いや、準決勝か。ひなちゃんは多分、最後に絶対来るよね。ここでひなちゃんじゃなくて別の人が来たらさ、誰こいつみたいになるからね。プーヤンね、悪魔が得意って言っとったね。さあ、プーヤン、お前急に出てきたけど、キャラ付けをしっかり頼むぜ。悪魔が好きって言ってたの。悪魔系、ガーゴイル、ベレス、おおやばいモンスターいるじゃん、一体。一体ガチモンスターいる。やばい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 。悪魔系パーティーです。一応ちゃんと悪魔系だね。んで。ここは変更しよう。ここは変更しよう。あ。このね、皆さん見えますかね？右下に、大目玉って言ってるんですけど、こいつマジでやばいっすよ。大目玉ガチ。よし、行きましょう。ここは一旦目からかますか。運頼みではありますけど、ロトモンでね、追加ダメージ行きましょう。うわっ！ああ、そっち？さあ、大目玉先に行動すると演劇放射！雑魚。雑魚。あんま攻撃が強くないからね。いいね。初心者だー！よいしょー！素晴らしい。会心出しやすいのは素晴らしいよ。できれば全体攻撃の方がいいんだよな。デスサイズ、まあ、ベレスはそこそこね、能力のバランスが良くて強いモンスターなんでね。痛い！ミラクルフラッシュ。ミラクルフラッシュが決まった！オッケー！素晴らしい。光上げやっぱ弱かったが。オッケーオッケー。スライム入れたのはね、やっぱミラクルフラッシュが使えるからっていうのもありますね。さあ、風をまとって回転、滑空突き。はい。1、2、3。ういーっす。ドラッキー頑張ってね。頑張ってくれてるよ。超音波発生。1。ロトモン。オッケーオッケー、ラッキーラッキー。いけるか、このターンで一気に。大目玉がね、今電撃放射で助かったんですけど、一個嫌な行動が、何出すの？何出すの？かわいい。これって確かあれじゃねえよ。ロトモンじゃん。今のは水のリングってやつで多分追加攻撃発生する。ミラクルフラッシュが決まった。よし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 、いいよ。これでもう畳み込めるか。よっしゃー、あぶねー、あーぶねー。アストロンされなくてよかった。大目玉の強さはね、まあそのうちわかりますよ。うん。最強ママつけ決勝戦でティア選手に決まりました。おー、いいね。あはははうるる。太陽炉です。お互いスライムいるんだね。なるほどね。まあでもとりあえず頑張っていきましょう。お互い25、相手にとって不足はねえや。
さあ、お互いまずはロトモンで、ここはまずロトモン。ミラクル差し来い。あー、そっちか。でも会心出そう。会心出そう。スライムに、よし、いいね。当てていくのはでかい。あ、ちゃんと当てていこう。よし、ダメージ当てていこう。入ってる入ってる。ダメージ入ってる。そう、ダメージ当てていくのが大事。あー、これどうだ？避けろ！よっしゃ！ドラキー避ける。ドラキー避けるのはでかいよ。よいしょー！いいね。ちゃんとしっかりダメージ与えていこう。しっかりダメージ与えれば大丈夫だよ。ダミのムーチョ何してくんの？あー、そうだ！これ、居合切り、回心率高いんだっけな、結構。さあ、鞘に収めて、よーしーす！ミニモンチームよ、これが。ボディーブローを、痛い！あっさりした攻撃だな、比較的。でも大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。お、いいね、縦無双。これで、ダメージ稼ぎたいね。さあ、あとは縦で任せなさい！おはようございます、ドーン！いいね！よし、いいよ、ダメージ有利。ダメージだいぶ有利よ。ダメージで勝ってるよ、今のところ。ただ、向こうのスペシャルカードもあるから、ちょっとわかんないね。これ、ビビリ切り行きましょう。ビビりながら切りかかれ！よっしゃー！いいねー。これがミニモンチームよ。ミラクルフラッシュが決まった。そっか、状態上になんなかったか。さあ、超音波。うわー、ダメか。ここで倒せなかったか。これはどうだ。あー、全然いける。どうだ、これわかんなくなってきたな。大回転は全体攻撃。誰か一人避けよう。避けてこう、誰か。よっしゃ、キリ！いいね。さあ、ここは次は何？居合切り。さあ、しっかり避ければいいねけど。ここで食らうとね、向こうのスペシャルが余ってるから、なんとも言えない、まだ。いや！わからない。これは全然わからない。まだ向こうのスペシャルで逆転される可能性が出てきた。何使うの？そうだよね。使わないわけないもんね。え？あ、星降る腕輪か！やばい。向こうが先制攻撃してくる。避けて。やばい。これやばいか？やばいか、これ。わかんない。全くわからない。ここで避けるとでかいよ。避けよ。避けろ！痛恨来なければ勝ち！頼む！よし！やっ！突進して飛び上がる！ガチバラだったら負けてた。ヒナが手抜かなきゃ負けてたよ。めっちゃいい勝負だったじゃん。打ち合わせも何もしてないのに超いい勝負してんじゃん。いやー、よかったよかった。初見で攻略した。やった。いやー、よかったよかった。4回連続で勝ち抜くの、でもやっぱ緊張感すごいな。あ、かわいい。え、かわいくないこれ。そうやね、ほんとにもう少しだったな。めっちゃもう少しの決勝戦だったね。皆さんありがとうございました。表彰式に移りましょう。副賞のスペシャルカード、マジか。ってことはね、これで、あ、いらない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 、そういう系か。スペシャルカードちょうだい。稲妻の剣は強い。これでね、雷属性が効く相手にめちゃくちゃ効果があるんで、かなり使いやすいですね。やった。お！あ、そんな、急に。やった。あ！アーケードモードになったら大魔王が出現するようになりました。なるほどね。これで増えんのか。
お帰りだ。なあ、お父さん興奮したぞ。ちょっとお父さん、それちゃってりゃ何のこと、お父さん、じゃあお前会社休んでお前見てたのか。人の試合を。めっちゃ、子供思いじゃん。大会初優勝おめでとう。大会応援に行ったんだぞ。おめえら何してんだよ。面白そうだった。お母さんこれ絶対勝ち勢になるぞ。お母さんこれ勝ち勢になるフラグだな。お母さんが急に、ティラ、私ちょっと始めたのちょっと、私と戦ってみない、ゴゴゴゴゴゴってやつでしょ。わー怖っ。大会の続く日。あ、もう翌日になったのね。早くも。じゃあ今回、これぐらいで終わりたいと思います。次回からまた多分大会ずっとやんのかな。まあね、いろんなカードとか使いながらね、長ーくやっていきます。よろしくお願いします。